私は先週、山梨県の河口湖というところに行きました。河口湖の近くに温泉があります。温泉の名前はゆらりと言います。ゆらりには露天風呂という外にある温泉があります。露天風呂から富士山という日本で一番 高い山が見えましたとってもきれいでした。今日は JLPTN5 の文型という」を教えます。というは人や物や場所の名前を教える時に使います。みんなが知らないものや場所や人。 の名前を教えるときに使いましょう。